サラト・チャンドラダスは、インドのチベット学者で、チベット語とチベット文化を研究した。1879年と1881年から1882年のチベット旅行によって知られる。東ベンガルのチッタゴンで、ヒンドゥー教徒の家庭に生まれ、当時カルカッタ大学の一部を成していた、プレジデンシーカレッジで学んだ。1874年、 ダージリンのブーティアボーディングスクールの校長に任命された。同学校のチベット語教師であったラマのウゲンギャツはダスにタシルンポジで学習するための通行証を1878年に用意した。翌1879年6月、ダスはウゲンギャツと共にダージリンからチベットへと最初の旅に出た。二人はチベットに6ヶ月滞在し、 大量のチベット語とサンスクリットの文章を持ってダージリンに帰った。この文章は後にダスの研究の基本資料として使われた。1880年にダスはダージリンで持ち帰った情報の吟味をして過ごした。1881年11月、ダスとウゲンギャツはチベットを再訪し、やるルン渓谷を探検した後、1883年1月にインドに戻った。 一時期は、イギリスのスパイとして、チベットを探検したり、チベット人、ロシア人、中国人に関する情報を集めるなどの仕事を、行った。帰国した後には、チベット訪問の理由が露見し、交流のあった多くのチベット人が処罰された。ご反生を、ダージリンで過ごしたダスは自宅を、ラサビラと命名し、チャールズ・アルフレッドベルや川口エカイラの訪問を受けた。 ケネス・ポール・ジョンソンによると、新知学協会の創設者であるヘレナ・ピー・ブラバツキーとヘンリー・スティール・オルコットは1882年にダスに会っている。1886年、インド帝国勲章のコンパニオンに叙勲された。キップリングの少年、キムに出てくるムーケル・ジーのモデルはダスであるという説がある。ありがとうございます。